ございます。おはようございます。今回のママドキはアメリカ。ちょっとね、曇ってるけど真正面に羊蹄山見えるんだよね。ではなくて、ここは蘭越町。アメリカ人のローラさん、38歳。一番上のお兄ちゃんは11歳、末っ子くんはまだ1歳。7人の子供を育てるママです。夫圭介さんとともに蘭越町で農業を営んでいます。助け、掘らないで。助け、料理が遊んでいいやつ貸してくれる。大家族の家事・育児を乗り切るアメリカンスタイルの時短技。なんと朝食にはマフィン。早くできる。お弁よく頼っちゃう。コストコでね、大きいの買って小分けするの。インスタントパーって言うんだけど、はい、圧力だからほとらかしい。すごい簡単。トッピングは自由にするかな。北海道、働くママの一日観察ドキュメント、ママドキュスタート。今回の主役はアメリカ人ママのローラさん、38歳。11歳から1歳までの7人の子供を育てるパワフルママです。蘭越町で主に大玉トマトを栽培している農家、一つファームを夫婦で経営しています。朝5時に起きて、まずは野菜の収穫作業から一日がスタート。直売のズッキーニ。これミニズッキーニ。こっちちょっと大きすぎるから今日のあれ朝ごはんに使うやつ。取れたてのズッキーニを使って作るのは、ローラさんがアメリカに住んでいた頃の朝食の定番、ズッキーニマフィンみたいな。うん、このでかくなったやつ、あんまり炒めてちょっと美味しくないけど、焼き物に入れると美味しい。ちょっとだけチョコチップ。あ、シナモンも入ってる。あのズッキーニがね、子供たちあんまり好きじゃないけど、こうやって入れると食べてくれる。ちょっと待ってね。あとは型に生地を流し入れてオーブンで15分。焼いている間に足りない。洗濯物の取り込みなど他の家事をこなします。私これやって、おばあちゃんがね、毎日これを畳んで片付けしてくれてる。すごい助かる。もうプライド捨ててお願いしますって。ローラさんの手が回らない家事は、隣に住んでいるおばあちゃんが助っ人に。ローラさんの働きぶりというか、子育てぶりどうですか？もう素晴らしいですね。うん、私こんなにしたかなと思うぐらい。すごいと思う。ね、人数も人数だし。もう少しぐらい手伝ってあげないとと思って。こっちは。ちっちゃいからこっちはできてそうだね。お皿洗いを少なくしたいから。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。これだ。いただきます。耳で買おう。どうぞ。そないで。自分のさ。おいしい。おいしい。まだって変な感じ。本当に紙食べないで。You want milk? Milk? Did you say you gave Yogi milk this morning? 朝食が終わったら再び農作業へと行きたいのですが、どうしましょう、この甘えん坊。Yogi も
Percy. キャンディーが欲しいとダダをこねているのは兄弟一の甘えん坊、四男タスケ君。やめてこれ。仕方なくご機嫌ななめなタスケ君を残して出発です。これがミニキュウリです。ママだってでかいのめっちゃある。本当収穫作業を手伝いながらつまみ食い。ママ、そんなに食べちゃって大丈夫？丸かじり最高。ほら悪いやつだけ食べるんだよ。あ、みんなアライグマとかキツネにちょっと悩まされるんだけど、うちはあんまりないけど子供たちに先に食べられちゃって注文あったのにとかたまにある。はい、来た。気持ちよくなった？ご機嫌になった？アメリカ・インディアナ州で生まれ育ったローラさん、北海道にやってきたのは17年前。札幌で英会話教室の先生として働き始めました。そこで生徒だった夫圭介さんと出会い結婚、4人の子供に恵まれました。しかし待っていたのは孤独な子育て。当時会社員だった夫は帰宅が遅く、おばあちゃんも離れて暮らしていたそうです。もうまだベイビーなのにベイビー生まれて、もう3人おむつ履いてたかな。その時期がすっごい大変で、もう何をすればいいかわからない。その頃あんまり覚えてない、もう忙しすぎて。そんな家族の状況に夫圭介さんは農家への転職を決意。7年前新規就農の募集があった蘭越町に札幌から移り住んできました。働いてる、まあ、姿も子どもたち見れるし、だからまあ家族が一緒にいられる仕事は農業がいいかなと思ってて、ずっと。一旦仕事を切り上げて昼食作り。料理はお蕎麦好きなの？今日は蕎麦。すごい量でしょ。そばの付け合わせにはお気に入りの調味料を使ったおかずが作り置きされていました。これキュウリとあれオクラもちょっと入れてみたけど、昨日簡単酢ちょっとだけ入れて、これすごい何でもピクルスとか簡単にできる。そう、これ夏のリカール。アメリカではオリーブオイルとバルサミックスをよく使うんだけど、やっぱりこの味は日本的の美味しい。ご飯だよ。はい、はい、料理聞いてくれてるね。超有名の超好きちゃん、いないなーい。すごいでしょ。これでスプーンで、ただスプーンだから作って入れて。よし、おいで助け。 It's so dark, but what do you see? ミャオ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 。But he said, goodbye, good night, Mr. Moon. And he was smiling. 英語も聞いてほしいから、いつも英語で作ってる。みんな、英語喋ってもらわないと。バイバイ、おやすみ。仕事へ戻る前に夕食の下準備。採れたて野菜でカレーライスを作ります。これはサンマルツァーノでローマトマト、普通のトマトよりちょっと溶けにくいかな。なんか野菜売るのにね、どうやって使おうか自分でもやらないと進められないかなと。彼に何でも入れちゃう。じゃがいもズッキーニとニンニク、玉ねぎ、トマト5種類。さらにひき肉を使うことで時短。牛と豚肉のミンチ肉を使って、そしたら肉切らなくてもいい。コストコでね、大きいの買って小分けするの、うん、であのシンクパック味が保たれる。そしてローラママの秘密兵器がこれ。
インスタントパーって言うんだけど、はい、これは結構買ってよかった。アメリカ発の電気圧力鍋インスタントポット、アメリカアマゾンの欲しいものリストに最も選ばれた製品で、煮込む、炒める、蒸す、低温調理など1台で何役にも使えるんです。一番小さい 3L タイプで炊飯器より一回りほど大きいのですが、実はこれおよそ20分でご飯まで美味しく炊けるそう。ステンレスの内釜は簡単に取り外しできてお手入れも簡単なんです。これタイマーもついてるから、畑に出る前とかセットして夜に出来上がるようにもできるんだよね。すごい便利。ここから3時間暑さと戦いながらトマトの管理作業をこなします。ね、毎日こういうの手でやらないといけないから大事なトマトだね。蘭越の水蒸気問題じゃないですか。筆相が出てるのは確かなんだけど、私たちもしばらく水路使わないで水をトラックで運んでもらって、川に流れないようにちゃんと工事してくれて、毎日検査して安全な筋になってるから私たちも水路を使い始めて、その後に、まあ、ニュースで必須だけが取り上げてお米の注文をキャンセルされてるっていう話も友達からあるみたいなんですけど、安全ですそこも伝えてくれたらよかったのにってみんな思ってたんですね、農家たちは。蘭越必須ってなっちゃったらもったいなすぎるから、だからぜひ食べてください。ダディ君とママとミミとサヤ君とサヤ君これも、うわドリンク、水分がいっぱい出たねとっても旨味が出る。ナス素揚げするとめっちゃ美味しい。トッピングみたいにする。長女ひとみちゃんがすかさずやってきて、末っ子のお母さん代わりに。ナイスフォロー。できました。ふっくらです。お米は蘭越米めっちゃ美味しい。ケイシー運ぶの手伝って。トッピングは自由にするかな。つけた人だけ。今日だけ。これちょっと南蛮辛いやつ入れた。いただきます。かけてないよ。熱いか？あ、大丈夫。どうか？辛いでしょ。辛いでしょ。おめでとう。仕事、家事、育児と大忙しな一日。たまにはね、もうできないってね、ちょっと怒っちゃう時あるけどね。でも可愛いんだけどね。大変だけど大好きな蘭越町で子育てができて幸せだと言います。北海道すごく好き。もう自然がいっぱいだし、人も優しい。移住してきたところからみんなウェルカムしてくれて、まあ、家族で一緒にできるのがすごく感謝だなと思ってる。食もすごい贅沢な感じ。これ食べていい？いいよ。美味しい、体にいいものいっぱい食べれる。すごく感謝。